マハーバード共和国はパフラビーアサイラン領内の西アーザルバイジャーン。州西部に1946年ソビエト連邦の傀儡政権として短期間存在したクルド人国家。大統領はカズイームハンマド。マハーバード共和国という名称は首都名に由来する通称であり、公式な国名はクルディスタン共和国だった。1941年。 ソビエト連邦がイランに侵入。1945年8月にはイランクルディスタン民主党が成立し、イラン国家内の自治獲得を目指した。第二次世界大戦後の1946年1月22日、南下政策を推し進めるソビエト連邦の後押しによって、マハーバードで自治政府の樹立を宣言した。マハーバード共和国は、一方では国外に、 空間を求めたソ連の政策によって作られた側面があるものの他方でクルド人の宗教家や知識人らが政権に参加しており民族自決を目指す運動としての側面も有していたクルド人の分離独立を認めないイラン政府は1946年4月に北部石油開発の独占権を持つソ連とイランの共同出資会社を設立することを条件に ソ連軍の撤退を認めさせた。そして実際にソ連軍が撤退するとイラン政府は同年12月に政府軍を投入し12月15日にマハーバード共和国を崩壊させた。1947年3月31日、カズイー・ムハンマドがマハーバードのチャハール・チェラーグ広場で公主刑となった。ありがとうございます。